4月13日、地元、山口県のローカル番組、熱血テレビサタデー、KRY 山口放送に生出演した末延さんは、ふんわりとしたサーモンピンクのトップスに白いロングパンツというナチュラルなファッション。2015年から2020年まで同番組にテーマソングを提供。過去に何度かゲスト出演したこともあったことから、帰ってきたなというのと、新しいスタジオなので新鮮な気持ちと、嬉しいですと笑顔で語った。羽生結弦が末延さんとの離婚を発表したのは昨年11月、一般人だとして末延さんの素性はひた隠しにされたまま。内実が明かされないままの結婚生活は、わずか105日で幕を閉じた。今回の生出演は番組側からのオファーだったという。飲食店との中継を見てコメントしたり、自身のコンサートの VTR を見ながら解説したりと、その日の放送には出ずっぱりでした。終盤には艶やかな生演奏を披露。楽曲は世界的な2人組チェロ奏者。スーセロスの影武者で、チャームポイントの挑発を揺らし飛び跳ねながら見事な音色を響かせました、地元メディア関係者。1時間の生放送にフルで出演し、饒舌なトークを披露した末延さんだったが、唯一口を閉ざした話題があった。番組の最終版、キャスターが彼女に対し、末延さんもいろんなことと向き合っていかなければいけないこともたくさんあったと思うんですよ、と羽生結弦さんとの離婚について直球で切り込みました。MC としては結婚生活のことを聞き出したかったのかもしれませんが、彼女は軽く相槌を打ったかと思えば笑顔でスルーした。結婚していた3ヶ月間について語ることはなく、活動再開の時期についても昨年12月の頭から、と述べるに止まりました。前出、地元メディア関係者。4月18日発売の女性セブンでは、末延さんに上がる慰謝料に関する心配の声、末延さんが消えた3ヶ月について沈黙する理由などについて商報している。ポストセブンの最近の記事は、末延さんの名前と羽生さんの名前が密接に関連しています。この話題がいつまで続くのか、ファンたちは疑問に思っています。活動を再開した末延さんに対して、羽生さんの名前を引き合いに出す必要はないという声もあります。ポストセブンがこのような記事を書くのは、利益を追求しているからではないかと考える人もいますが、実際にはお二人にとっては大きなお世話になってしまうだけでしょう。一方、離婚に関しては、無難なコメントを出すだけでも憶測が飛び交い、様々なトラブルが生じる可能性があるため、笑顔で切り抜けたことは正解だったという声もあります。末延さんと羽生さんがどちらもお互いに何かを言及しているわけではないため、これ以上の粘着は無意味だとする意見もあります。また、週刊誌の記事が末延さんの音楽活動よりも羽生さんとの関係に焦点を当てていることに疑問を呈する声もあります。末延さんが素晴らしいバイオリニストであることを考えると彼女の業績やトークにもっと焦点を当てた方が良いのではないかという意見があります。一方で、末延さんと羽生さんの関係については様々な憶測が飛び交っています。羽生さんの家族が末延さんをどのように受け入れたのか、末延さんが結婚生活をどのように乗り越えてきたのか、といったことについても議論がされています。最後に、週刊誌がこのような記事を書く理由についても疑問が呈されています。災害や社会問題など、報道すべき他の重要な話題があるにもかかわらず、なぜ週刊誌はこのようなゴシップ記事に力を入れるのか、という声があります。これらのコメントを総合すると、末延さんと羽生さんの関係についての話題は一部の人々にとって興味深いものかもしれませんが、多くの人々にとっては無関係であると感じられるようです。週刊誌やメディアが報道する話題には、もっと重要なものがあるはずだという声が多く上がっています。